デジマートディーパーズビュー、今回はクロンケンタウルスをご紹介します。誰もが知っている名機、でかくて高くてつまみは3つしかないこのペダル、まあオーナーの皆様、持ってる皆様はご存知かと思うんですけども、持ってない方はなぜあのペダルがあんなに高いのか、良いとされているのかという疑問が湧くこともあるんじゃないかなというふうに思います。今回はですね、このケンタウルスとは何ぞやというところから、ケンタウルスを実際使う場合のこう使い方というか、こういう使い方どうでしょうという、僕からの提案にもなるんですけども、そういったものを含めてケンタウルスというペダルを掘り下げてみたいと思います。では早速サウンドチェックをしていきたいと思います。まずはケンタウルスというのは何ができるものなのかという、もう本当基本的なことから、おさらいしていきたいと思います。例えばですね、今、ギターから、デラックスリバーブに行っています。ボリュームがだいたい3ぐらい、こんな感じの音で、やっぱりコンボアンプなんです、特にそうなんですけど、ボリュームをやっぱり5とか6ぐらいまで上げたいけど、そうするとこう音が大きすぎるとかですね、あとは家で使う時にちょっとボリューム上げられない、そういうこともあるかと思うんですけども、そんな時にこのケンタウルスがあるとすごく便利なんです。まずゲインが0の状態、トレーブル、これトーンですね、トレーブルセンター位置で、アウトプットレベルを、時計11時ぐらいから、始めたいと思いますけども、これがオンになると音がどう変わるか聞いてみてください。どうでしょう、まるでアンプのボリュームがぐっと上がったかのようなサウンドになると思います。これがすごいところで、まるでこのアンプの手前にアンプのプリアンプの機能を持ってきちゃったかのような使い心地なんですね。この状態でゲイン0でアウトプット上げると、どん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 音量が上がっていきます。どうでしょうか、今オフの時のボリュームがこのぐらいなんですけども、だいたいこうアンプの、インプットの、ヘッドルームですね、そこを最大にプッシュするとこまでこのアウトプットレベルを上げていくと到達できるんですね。でそうするとアンプが非常にこう正しく動くというのが、まず一つこのケンタウルスがやっていることです。これがいわゆるクリーンブーストと呼ばれる機能というか音で、この機能を最初に打ち出したのがケンタウルスだったんじゃないかなというふうに思います。この段階でまあ例えばちょっとアウトプットは音量を上げないでくれと、
言われた時に今度は原因を少し上げてみます。このゲインが時計9時ぐらいまで上がってくると急にキャラクターがちょっと変わって香ばしいテイストが出てきます。ケンタウルスをオフにすると寂しくてしょうがないというかそういう感じで、音量が上がってるからそう感じるんじゃないかと思われる方もいるかもしれないんですけど、音量関係ないんですね。もう本当にギターの必要なレンジだけをこうグッとコントロールしやすくしてくれるのがこのケンタウルスのまず一つの特徴だと思います。でゲインはですね、このペダル自体で歪みを作るというよりはアンプをどのぐらいプッシュするかのゲインだと思うんですね。なのでアンプのプリゲインのような感じです。まあ、当然上げれば歪むんですけど、だいたいケンタウルスの一つの使い方としてはこのアウトプットを上げ気味、まあ、トレブルはセンターから前後してゲインはゼロ、この位置で、使うというのがまず一つの、基本の使い方ですね。で例えばストラトのハーフトーンですね。いわゆる鈴なりの綺麗な音なんですけど、これが小音量だとなかなか抜けてこない。でそこでケンタウルス。もうこのケンタウルスがオンになるともう音がエンハンスされるというか非常にこうくっきりと際立って聞こえると思います。これがアンサンブルの中に入った時に、ケンタウルスオンオフでギターの聞こえ方が全く変わってしまうというぐらい変化があります。まあ、これがですねこのクリーンブースターの素晴らしさというか、音色を基本変えずにこう音をこう見えやすくするというか聞こえやすくするという効果があると思います。はい、で、この個体がですねなんとシリアルが12番という本当にごく初期の個体、今回お借りしましたが、このクリーンモードが、その後少しずつ変わっていくんですけど、例えばこれもかなり若いですね、63番、いわゆるロングテールの初期ものですけども、同じようなセッティングでちょっと鳴らしてみたいと思います。これ面白くてですね、バイパス音はやや先ほどの12番の方が張りがあって、こっちはちょっと暗めの音なんですよね。これ個体差なのかもしれないんですけど、やっぱり共通しているのがやや枯れた感じがする、これこの後あの番号が、大きくなっていくとですねその感じがよくわかると思うんですけども、こちらは1000番台ですね、1682番だいぶ進みました、同じくロングテールですね。バイパス音もやや高域が張りがある感じ。はい、このあたりからずいぶん低域にキャラクターがついてくるというか太い印象になってくる、この音を聞いてさっきの最初の12番とかですね、60番台を聞くと枯れた感じがするんですよ。やっぱりややちょっとヴィンテージテイストで、1800番台になってくるともうローがすごく強くなってくる。
オンにしないといられないというか、音がこうブラッシュアップされてより良くなっていってる印象ですね。そしてこちらがいわゆるショートテールですね。これは2000番台ですね。どうでしょうか。今度は高域も出てきて、もう本当全体的にこうゴージャスな音に変わってくると思います。これ本当ゲインゼロでこれだけ違いがあって、これ個体差がうんぬんというよりはやっぱりこの制作者の方がですね、時代時代に合わせてこうチューニングをやや変えていったんじゃないかというふうにも思えます。基本的な回路は変わらないんですけど、やっぱりその市場とかですね、使ってるユーザーの声とかをやや反映させていたんじゃないかなと思うぐらい、この部分だけでも変わってきます。最後にですね、いわゆるエナシノゴールド、このシリアルになってくると3700ですね。こちらの音、もうなんかこう完成したっていう感じなんですけども、本当にバランスが良くて、どこも出たり引っ込んだりせずに、本当にこう音がタフになって、ギラッと抜けがよくツヤっぽい音で出てくる。これがいわゆるケンタウルスのクリーンブースターの、まあ、完成形と言っちゃおかしいですけど、到達点だったのかもしれないなと。なぜならばもう一度最初の12番に戻しましたけど、この時代はやっぱり実音がすごくこうリッチというか、まあやっぱりヴィンテージ感が感じられると僕は思うんですけども、この音はやっぱり古いアンプ、古いギターで使った時に本当にそのまま音色をプッシュするようなイメージなんですけど、3000番台とかになってくるとツヤっぽさとかですね、あとはすごい下の低音の迫力の部分とか、まあそういったものが加味されている気がします。これを制作者の方が意図してやったのかは別として、まあケンタウルスをヴィンテージアンプ、ヴィンテージギターだけじゃなくてモダンなアンプでも使うときに、まあそうした方が良かったとして、そういうチューニングをしていったんじゃないかというような予想もできるかなというふうに思います。はい、ではですね、続いて、まあ、クリーンブースト機能だけじゃなくてもちろんゲインを上げてもいい音がするケンタウルスなんですけども、じゃあゲインを上げた音はどういった音なのかというのをちょっとこのレスポールの方が分かりやすいと思うんで、レスポールでこうチェックしていきたいと思います。まずバイパスの音、ちなみに、ケンタウルスをバイパスするとこういった音、ケンタウルスが入るとこの
このようにですね、音像がこうくっきりする感じなんですね。これがいわゆるバイパスの時のバッファーサウンドでございます。ではオンにしてゲインを上げていってみたいと思います。いかがでしょうか。ちょっとね、枯れた音なんですよね。多分いわゆるエナシの頃のケンタウルスとかしか知らないという皆さんは、あれあんな音だっけって思うかもしれません。あとケンタウルスのレプリカペダル持ってる方もこの感じはあんまり知らないと思うんですね。僕も知らなかったんですけど、これが12番の音で、これが先ほどと同じようにこれが60番台になるとどうなるか。ちょっとこうクリーンブーストの音もやや固めですね。どうでしょうか。こちらもちょっとスモーキーな音というかですね、あれやっぱ枯れた感じがあるんですね。あんまりこうたくましくなりすぎない音だと思います。そして1600番台になるとどうなるか。このあたりの音の明るさが少し違うと思うんですね。いかがでしょうか。ちょっともうここら辺で音が変わった感じだと思うんですけど、こう枯れた感じというよりは、たくましさですね。音がすごくたくましくなって、今ちなみにトーン似たような位置で使ってましたけど、トーンを上げてもですね、いい感じになります。フェンダーのクリーンサウンドがまるでブリティッシュアンプのように変化する、これもケンタウルスの凄さだと思うんですけども、この1000番後半というか1600ぐらいの個体ではもうすでになんかもうその傾向が完成されていて、歪ませても
使う得るというか、まあこう結構ラウドなギターサウンドにも合うようなイメージですね。それ以前のやつはもう少しこうやっぱりヴィンテージ系というか、いやいやブルージーな感じのアタックがこう綺麗に出る感じというか、でこっちはアタックもそうなんですけど、低域とかですね、音像がこうドンと力強くなった印象があります。続いて、2000番台ですね、こちらはいわゆるショートテールというか、クローズテールというか、そのケンタウロスです。このゲインゼロでもうやや歪んでるんですね。いかがでしょうか、ややゲインが高くなって音もかっこいいと思うのと、あとすごいのがですね、やっぱゲインがこうちゃんとフルまで綺麗に変わっていくんですよね。それ以前のやつだとだいたいこう4分割して、その中で少しずつ変わるんですけど、非常に綺麗にこう動く、ゲインがこう滑らかに上がったり下がったりする印象です。では最後に、いわゆるエナシのゴールド、ノンピクチャーのゴールドでチェックしていきたいと思います。もうバイパス音の時点でややちょっとコンプレッションがかかったような印象ですね。やはりこうクリーンブースト状態でもちょっとコンプレッションが感じられて、ピックアップの出力が上がったからかもしれないですけど、ちょっとキャラクターが先ほどのシングルコイルの時とは違う印象です。いかがでしたでしょうか、シリアルがどんどん増えていくにつれて、大きくなるにつれて扱いやすくなっていく印象があります。で先ほども言いましたけど、クリーンから少しこうクリーンとかゲインゼロから時計9時10時ぐらいまで上げていった時の状態で、すでにちょっとコンプレッション感があるように感じます。ちょっと歪み出すのも少し早い気がするんですよね。この辺から9時方向から12時方向に向かうと、ちょっとレベルが一瞬下がって音色が変わる。
ょっと独特ですね。この状態でもう一度一番若いシリアルに戻してみます。シリアル12番のケンタウルスです。どうでしょうか。後期はですね、こう弦が例えばフルになってもあんまりこう高域のサチュレーション感というか、ジっていう耳障りなところがあんまり出ないようになってるんですけど、初期はですね、割とこの弦をフルにするとやや耳障りな、帯域が目立つようになると。まあ、こういったこともあって、まあダイオードも変わったり、パーツも変わったり、まあ基板も実際には変わってるので、修正したのかそうなってしまったのかわからないんですけど、違いとしては違いがあるよと。で、ただ一つ言えるのは、ケンタウルスの美味しいポイント、美味しい音はどのモデルも共通であるんですよね。なので、初期型だからいいとか後期型だからいいとかじゃなくて、どのペダル、どの時代のケンタウルスもちゃんとケンタウルスの音が出ると。で、ケンタウルスで欲しい音は全部得られるようになっている。というのがまず一つ重要なことで、その上で弦をもし上げて、オーバードライブよりちょっと弦の高いディストーション寄りな形で使うのであれば、割と後期型、ショートテールとかエナシの方がもしかしたら向いてるかもしれない。まあ、ともすればレスポールだったら後期型がいいんじゃないかなというような言い方もできるかもしれませんし、ストラトタイプでクリーンブーストからちょっと弦が時計9時ぐらいまで上がった音をよく使うのであれば、割とこうロングテールの方が合っているかなと。そのなんかグラッシーなサウンドみたいなのは出しやすいんじゃないかなというような、見解もあると思います。はい。ではケンタウルス、個々の、音の違いというか、バージョン違いで音がどう違うかというのは、ご理解いただけたかと思います。まあ、要は何も変わんないよということですね。やや違いはあるけども、ケンタウルスはケンタウルスであるということです。続いてはですね、ウィズ・ケンタウルスというか、ウィズ・ケンタというかですね、ケンタウルス、今ギターから直で、挿していろいろとサウンドチェックしましたけど、このボードに入った時、他の機材と使った時にもうとてつもない存在感を発揮するのがもう一つのケンタウルスの特徴だと思うんですね。というのは、前後の、歪みペダル、オーバードライブとかブースターとか、そういったものの良さをそのまま生かしつつケンタウルス感を加える。これがですね、ケンタウルスが多分名器と言われる理由の一つなんではないかというふうにも思います。まずですね、こちらにまず OD820 のモディファイ品、カルトのモディファイ品があります。これ単体の音を聞いてみてください。大体バイパス音から、バイパス音と同じぐらいというか少し上がるぐらい、この状態でめちゃめちゃいい音はするんですけど、やっぱりアンプがドライブしてないんで、音圧感が足りないというふうに感じると思います。まあ、今マイクで撮ってる音なので、皆さんはそんなに感じないかもしれないんですけど、僕はかなり物足りなさを感じます。続いてケンタウルスを先ほどのクリーンブーストセッティングでオンにします。まあ、それほどレベルはブーストせずに、まあちょっと張りが加わったぐらいの、
効果ですね。この状態でこの820を踏むとどうなるか聞いてみてください。これがノーマルの状態。音なんですけど、820だけだといい音なんだけど、やっぱり音量感が足りないな。でケンタウルス、ちょっと途中でアウトプット上げちゃいましたけど、そこそこの音量でやっても、もう見事にどのキャラクターも変えずにケンタウルス感はまあちょっと加わりますけど、音をこうバリッと派手に仕上げて聞こえるようにしてくれる。これがすごいと思います。ここでまあ弦を上げたりしてもいいんですけど、このちょっと香ばしい感じは出てくるんですけど、ゼロであえて使うこの使い方、非常に使いやすいと思います。ちなみに、ケンタウルスオーバードライブだけじゃなくてファズも受けてくれちゃうというのが、すごさだと思います。ちょっとやってみます。もうアンプがドライブしてないところにかけるファズのこのちょっとこう弾き心地のなさというか、こうなんていうんですかね、食いつきの悪さというか、まあそこにこのケンタウルスが入るとどうなるか。どうでしょう、このビッグマフの、まあ、音はでかいんだけどちょっと聞こえづらいというところが、ケンタウルスが入るとキュッと締まって非常に抜けて聞こえると。でこういうふうにファズの後にそもそもの音色を変えずに、使い勝手を良くしてくれるペダルって本当に少なくて、これはもうケンタウルスならではの使い方の一つだと思います。では最後にですね、ケンタウルスの後にペダルをつなぐバージョンはどうなのかということでやってみたいと思います。ウィズケンタ、ケンタ後段にチューブスクリーマー TS10 バージョンです。この場合ですね、まずケンタウルス自体でややオーバードライブさせます。ケンタウルスオフにできないぐらいこうマッチョな音がするんですけど、まずこの状態で、TS10 はどうなのかというとこんな感じ。もうバッチリいい音なんですけど、やっぱアンプのボリュームが小さいんでちょっと物足りない感じなんですけど、これが両方オンになると変わります。
側でしょうか、まあ、あの音なんですけど、あのいわゆるあのこうちょっとこうケンタウロスの方でシングルコイルの音をマッチョにしておいて、その後にチューブスクリーマー TS10 を入れると。で TS10 先に来るとさっきみたいにこう硬い感じでガツンと強い感じで出るんですけど、ケンタウロスが先にあることによってこう TS の独特のクシュクシュっとした音はそのままに、音がこうドンとパワフルになると。でこういうふうにですね、ケンタウロスの前後に置いたペダルがそれぞれちゃんと動くセッティングというのがあって、結構その組み合わせを発見するとですね、本当にギターを弾くのが楽になって、アンプのドライブ感が欲しいのにこう音量を上げなきゃとかっていうストレスがないんですね。それがやっぱりケンタウロスの凄さだなと僕は思うんですけども、あの音量がどうのこうのとか、あのアンプがどうのこうのとか関係なくて、もうある程度普通のアンプだったらこの音が出せるっていうセッティングがこうボードでできちゃうんですね。やっぱそれはプロフェッショナルな人たちというか、どういった会場でどういったアンプがあるかわからない、どのぐらいボリュームを上げられるかわからないセッションでいつも自分の気に入った音を出す、まあ、そういったアイテムとしてはもうかなり完璧なペダルかなというふうにも感じます。レジマートディーパーズビュー、今回は、クローンケンタウルスをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。まあ、本編を見ていただければ大体お分かりいただけたかと思うんですけども、やっぱり名器と言われるものにはそれなりの理由があるなということを痛感いたしました。ケンタウルス未経験の皆さんはですね、ぜひあの経験してもらいたいんですけど、まあ、なかなか高いペダルです。安くないです。でこれを最初に買う必要があるかと言われればその必要はないんじゃないかなと。要は真空管アンプがドライブした音っていうのはどういう音なのか、でその状態でギターを弾くどういう雰囲気で弾けるのか、どういう音が得られるのかということを理解した上で、場合によってはその音を出せない時があるよねと。そういう時に初めてこのケンタウロスの素晴らしさが分かるというふうに僕は思うんですけども、あのそういう意味ではあの最初にこのペダルを持って始めるんではなくて、ある程度こう自分のギターアンプという、まあ、メインの機材が揃ったところで、さてボリューム6の音がいいんだけど6の音を出せる環境は少ないぞと、じゃあどうしようっていう時に初めてこのケンタウロスの出番が出てくるんじゃないかなというふうに思いました。なお今回はですね、デラックスリバーブでやったのでフェンダーアンプでのチェックになりましたけども、先ほどの TS10 で試した時のようにですね、歪むアンプでも存在感はバッチリ出ます。なのでマーシャル、ボックス、その他の真空管アンプっていうんですかね、そういったアンプでも非常に相性は良いと思います。なおトランジスタアンプの場合はどうなのかという質問もよくいただきますけども、トランジスタアンプの場合はですね、アンプの手前に、まあ、アンプライクペダルといいますか、あのプリアンプのような音が作れるペダルっていうんですかね、まあ、そういったペダルを置いて、そのペダルをこのケンタウロスでプッシュしてあげると同じような効果が得られると思います。お手持ちの皆さんであんまりやったことないなという皆さんはぜひやってみてください。というわけでディーパーズビュー、今回は、クローンケンタウロスでした。今回はですね、この12番をはじめシリアル2桁がなんと2台あると、さらに、ロングテールのその他のバージョン、ショートテール、クローズテール、それからエナシのノンピクチャーのバージョンと、ほぼ全てのゴールドのバージョンを揃えて検証することができました。関係者の皆様本当にありがとうございます。というわけでまた次回ディーパーズビューでお会いしましょう。